彼とその娘との間にもう最初からそのボタンをかけ違えている、そういう長い歴史がずっとある。そういう中で彼はずっと能動的に生きてこなかったそのわけですよね。だからそのいつも、まあ、僕が振られる役はその割とストレート、まっすぐで正しくて、強くて、そういう役が多かったんですけど、今回は全部がこうそれとは違う役だったので、僕の中に何かそういうものがあるのかどうかっていうのを僕は試されている、彼に僕は試されているような気がしましたね。でそれが僕の俳優としてのこうキュリオシティをやっぱり多分揺さぶったんだと思います。